ショーン・マイケル・オマリーは、アメリカ合衆国、ワシントン州ベントン郡リッチランド出身の、元プロ野球選手、宇藤良だ。2006年の MLB ドラフト5巡目で、タンパベイデビルレイズから指名され、プロ入り。この年は、参加のアパラチアンリーグのルーキー級、プリンストンデビルレイズでプレーし、50試合に出場して、打率、213.1本塁打、10打点。 10投類の成績を残した。2007年は A-9 ハドソンバレーレネゲーズでプレーし、48試合に出場して打率24、242.10打点、12投類の成績を残した。2008年は A 級コロンバスキャットフィッシュでプレーし、91試合に出場して打率23、237.23打点、28投類の成績を残した。 2009年は A 級シャーロットストーンクラブズでプレイし、103試合に出場して打率。268.1本塁が27打点40盗塁の成績を残した。オフにはアリゾナフォールリーグに参加し、フェニックスデザートドックスに所属した。2010年はルーキー級、ガルフコーストリーグレイズ、A 級シャーロット、AA 級、モンゴメリービスケッツでプレイし、 三球団合計で54試合に出場して打率、209.11打点、15盗塁の成績を残した。2011年は a 級モンゴメリーでプレーし、79試合に出場して打率、276.1本塁が23打点、24盗塁の成績を残した。2012年は a 級モンゴメリーとトリプル A 級ダーラムブルーズでプレーし、 2球団合計で102試合に出場して打率、240.2本塁打、23打点、18盗塁の成績を残した。2013年は a 級モンゴメリーでプレーし、91試合に出場して打率26、262.3本塁打、32打点、24盗塁の成績を残した。オフの11月4日に FA となった。 2013年12月18日に、ロサンゼルス・エンゼルス・オブ・アナハイムとマイナー契約を結んだ。2014年、マイナーでは、ルーキー級アリゾナリーグ・エンゼルス、A 級アーカンソートラベラーズ、トリプル a 級ソルトレーク・ビーズでプレイし、3球団合計で103試合に出場して打率。317.4本塁が、47打点、15、盗塁の成績を残した。 9月のロースター拡大によってメジャー初昇格を果たし7日のミネソタツインズ戦でメジャーデビュー。この年メジャーでは11試合に出場して打率188.1打点に盗塁の成績を残した12月19日に自由契約となった2015年1月22日にシアトルマリナーズとマイナー契約を結んだ開幕は 参加のトリプル A 級タコマレーニアーズで迎え、102試合に出場して打率、289.5本類が42打点、11盗塁の成績を残した。9月1日にメジャー契約を結んで昇格し、この年メジャーでは24試合に出場して打率26、262.1本類が7打点、3盗塁の成績を残した。 2016年の開幕もトリプル A 級タコまで迎え、5月15日にメジャー昇格した。この年は、出場機会が大幅に増え、89試合に出場。打率22、229.2本類が17打点、6盗塁という成績を残した。守備では、遊撃手を守った36試合が最多で、2失策、守備率、 985DRS レイウザープラス0.1と平均的な成績であった。外野手としても右翼手19試合、左翼手15試合、中堅手5試合を守り、トータルで無失策、DRS レイウザープラス1.6と、こちらでも平均的な数値を残し、また、二類手及び三類手としてもプレーするなど、便利なユーティリティープレイヤーとして、チームを支えた。 2017年9月2日に DF となり6日にマイナー契約に切り替わった11月6日に FA となった2017年11月16日にコロラドロッキーズとマイナー契約を結んだ2018年11月3日に FA となった2019年2月27日にアメリカガソシエーションのカンザスシティ・ボーンズと契約を結んだ シーズン終了後、引退した。2020年シーズンは、シアトルマリナーズ参加の A 級モデストナッツの打撃コーチに就任すると発表された。ありがとうございます。